初めて出会った頃、91年かデビュー前にそのプロデュースするにあたって、ね、そうそうそう、渋谷のバーで初めて会ったのが、暗い真面目な4人っていう感じ怖い印象がありましたけどね、その日。いやいやいや、小林さんですよ。あ、徐々に徐々にその その印象は和らいでますけども。あ、そう、ね、え、それは桜井さんはもう全然違うかもなって思うぐらい成長はなさってるけれどなさってるけど、いい意味で大人になって、いい意味で何だろう、初期衝動みたいなものを失わずにやれてこれてるっていうことは、まあ、どう自分自身の中で最初にその、 あの環境のこととか思ったのは、やっぱ子供たちを育てていく中で父親としてより良い未来になってほしいというのがあって、でそこから環境への意識が高まったんですね。その時僕らはどんな話し合いをしたかは、なんか社会還元じゃないけれども、今まですごいいい思いもさせてもらって、音楽やって、それをなんかこうボランティア的ななんか気持ちで、もう一個別に新しいことを始められるっていうことをお互いになんか多分いいねみたいなことをいろんな言葉で確認してたようなふうに僕は記憶してるけど、うん、去年のフェスがすごく良かったので、そういう感謝の思いと、で本当に各方面から去年のイベントを褒めてもらって、それをが自慢できるような気持ちだったので。本当だよね、うん、それを皆さんに伝えて、なおかつ今年も同じように素敵なイベントにしましょうっていうメッセージを、うんうん、